皆さんね、仏さんを拝みに行くことがあるでしょう。お家でもお祭りしているお家かなりありますね。で、古いお寺へ行くと、本当にこの美しい仏像というのがたくさんあります。切手の中にもね、仏様の姿をそのまま印刷した切手があります。国宝第一号というのがね、やはり京都にあるお寺、広隆寺というお寺があるんですね。別の名前を太秦寺と言いますが、そこにある国宝第一号の弥勒菩薩、こういう形をしていますがね、それが日本でとても美しい立派な仏像だと言われています。そういう仏像見たことありますか？京都とか奈良に行くとたくさんありますが、皆さんの近くにもお寺へ行くと、あるいは博物館などへ行くときっと祀ってあると思います。ぜひ見てくださいね。さあ、その仏像をが、仏像という字が5年生では初めて、習います。こちらを見てください。読みましょう。この仏像の穏やかな表情は母の顔に似ていて興味が持てたと。お母さんって優しいでしょ。時々怒ったり叱ったりされると思いますけれども、普通はもういつもお母さんはあなたたちをすごくこう可愛がって、大事に愛してもらってますね。この仏像というのは本当に穏やかな、なんか落ち着いて、そしてなんか慈しみというか、少々悪いことをしていても、許してあげるよという形で柔らかくこう心全体を包んでくださるという、そういう顔つきをなさってますね。こういうような感じを穏やかな表情と言います。顔つきを穏やかだと言いますね。そういう仏像のことをこう書いてあるんですね。ちょうど5年生で習う新しい漢字は仏像と、それから似る言う字と興味言う字ですね。この字の書き方をちょっと皆さんにお話しておきましょう。まず仏像は安いですね。人弁にカタカナのムーと書きます。それから像言う字ね、像と仏はこれで優しいんですが、像という字がね、よく皆さん方の中にはね、こういう像を書く、家という字前習ったでしょ。この家という字をと同じように、この家もこう書いてはいけないんですよ。家という字は必ずまっすぐこう書いて、その下、これ豚を表す猪子とも言うんですが、よくこう書く子がおるんです。こうね、これは良くない。ここくにゃっとこう曲がってる。豚の背中というのはふわーっとこういう側に丸い背中をしてますから、こうくきっとくきっというような曲げ方をしてはいけないんです。だから象という字もね、よく書けというとこういう書き方をする子がおりますが、これはよくない。この書き方はよくありません。必ず上をこう書いて、こう書いて、これは日とは違います。日曜日の日と違うね。それはなんか横に倒れたようになってます。次、のを書いて、ここをまろやかにカーブでこう書きましょう。家と同じです。そのように書いて、そしてこちら側にこう書きますね。この人弁がないのは動物園に行ったら大きなあの動物の象さんのことです。人弁に象という字ね、姿というような意味になるんでしょうかね。人弁に象さんの象を書いて、これが銅像とか仏像の像です。そして次の字は似る言う字ですね。これは人弁に覚えやすくするために、礼とはちょっと違うんですよ。礼とよりもちょっとこちらからこう入っていきます。こうですね。礼だったらこうですか、それをそうじゃなくて、ここからこう一旦離して書いていきます。イーとは礼とよく似てます。それから今度ここへ点打って、それからここへのを書いて、こちら側にちょうど人みたいにこう止めるんですね。これが似るという字、似せているとか似ているとかいう場合はこの字書きます。その次、興味の興、これはちょっと書き順が難しいので覚えてください。皆さんも手を出してごらん。のから書きます。で、縦棒を書いて、二本書いて、ここへ同じという字を書きますね。小さな同じ字を書いて、
でこちらがまたこういうなんかカタカナの用と似てますけどちょっと違う、カタカナ用は一本ですがこれ二本書いて、で最後にこれを両側に出してずっと書いていって下側に歯をひっつけます。これが興味の興です。読み方はこれは興味の興は音読みですが、訓読みは起こすとか起きるとかいう途中から一旦衰えていたりあるいはあまりなかったのがぐんぐんと盛り上がっていくような時にこの起こすとか起こるという字を使います。こういうのが興味の興とも読むね。それから復興、今まで、どういうんですか、地震の後で家が全部潰れてたのがまた元の通り立派なお家やらビルやらあるいはこの建物の中を作っていく時に町が復興したと言いますね。復興、復讐の復です。こういう時に復興という読み方、それからここに使われているのは興味のあるという面白みとか興味引きつけられる場合に興味という書き方しますね。で両方の使い方、興というのと好と、それから君の方は起こすとか起きるがあります。これは煮るという読み方の他に煮という読み方があるね。そう、いや煮という読み方似たような形でまだ習っていないけれど掃除系で習います。でこれは他に読み方はありません。音だけで像、銅像とかね、仏像、これは仏という読み方が訓です。それから音読みは仏、仏教の仏、ね、そういう読み方があります。さあそれでは、これだけ4つの字覚えておいてくださいね。